ペンションから出ると雪と風が刃となって切りつけてきた。その時裏から回ってきたスノーモービルが吹雪の中を走り去るのが見えた。スノーモービルレース、誰かまでは分からなかったが乗ってるのが二人なのは確かだ。田中トール、スノーモービルの運転できる？え、マリが叫ぶ。まさか。そうよね。じゃあこれはあなたが持ってて。返事をする間も与えず、彼女は僕の手に拳銃を仕込んで走り出した。その黒い鉄の塊は見た目よりもずしりと重く、そして冷たかった。これを僕に使えというのか。リンゴね、マリの姿は吹雪の中に消えていた。階段を降り、白い闇の中を透かしてみようとしたが、どちらへ向かったものなのかもわからない。闇雲に動かない方がいいかもしれない。そう、そう心を決めた時、さっきのとよく似たエンジン音が聞こえてきた。バルバルバル大丈夫。2台のスノーモービルマリが持ってきたのか。スノーモービルに負けた。さあ後ろに乗って行くぞ。彼女はスキーマスクの上にゴーグルをかけ、手袋もはめている。すごい早いね、準備が。恐る恐るマリの背中に捕まるように腰を下ろしたら、途端にスタートする。バル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 反動で上半身が抜け取った。しっかり捕まって。思っていた以上の加速だ。スノーモービル乗ったことないな。僕は慌てて座席の下を持った。飛ばすわよ、マリが叫ぶ。やばい、冗談じゃない。ボコボコした雪面を立ち走る様はまるでロデオだ。振り落とされないようにするにはマリの体に捕まるしかない。捕まって。僕は、あ、え、なんでおっぱいかお尻かみたいな話になってるの。え、でも背中にしがみついた方がいいのかな、どっちがいいのかな、安全面で。腰がいいのかな。どうなんだろうね。重心は腰か。そうだね。じゃあ B かな。じゃあ B で。はい。お尻を抱くみたいに腰に手を回した。怒んないで、ね、しっかりしがみつこうとすると、僕の股間がどうしてもマリのお尻と密着してしまう。通る。まずい。僕は手をお腹のあたりにずらし、腰が密着しないよう位置を変えた。そうな、なんだ、胸か お尻か お腹だよ。吹雪のせいで道はもちろんスノーモービルの鼻先さえ見えないような状態だったが、マリは臆することなくスピードを上げた。すごいね。モービルは雪の上を暴れ牛のように飛び跳ねながら、林の中の道を駆け下る。シートに繰り返し叩きつけられる衝撃が背骨を突き抜け、マリの後ろにいてさえ吹きつける風が一瞬にしてむき出しの顔と手を凍らせる。怖いね。耳や手はちぎれそうに痛み出すが、すぐに感覚そのものがなくなってしまう。早すぎるよ、もうちょっとスピード落とした方が。しっかり捕まっててよ。はい。マリが僕の言葉を遮って叫ぶ。田中どうなってんだろうね。田中もうボンボンだよ。次の瞬間、僕たちは宙を飛んでいた。これサムネ用にちょっと撮ってきますね。はい。これが宙です。気が遠くなるような無重力感が永遠に続くかと思われた。あ、僕は恐怖のあまりたまらず叫び声を上げていた。痛いよ。ムチ打ちになりそうな強烈な着地の衝撃が襲う。危うく舌を噛むところだった。なんか舌噛んでるかも。マリも僕もこの暴れ牛から振り落とされず走り続けていることが奇跡としか思えなかった。根性やな、やっぱりさっき追いついたわ。マリが叫ぶ。そう言われても、吹雪の分厚いカーテンに阻まれ何も見えない。頑張れ。が、かすかに別のエンジン音が聞こえる。耳がいいね。しかし、こっちに聞こえるということは、あっちにも聞こえているということだ。そういうこと。いきなりマシンガンを打ち込まれるのはごめんだった。やばいやばい。そんな僕の心配に気がついたのか、マリは言った。こっちに有利なことが一つだけあるわ。それは、なんだ、田中がチワワなこと。運転しながらマシンガンは撃てないってことよ。それはそうかもしれない。そうだよね、田中も撃てないもんね。しかしこっちだって拳銃なんてものに恥触れるのは生まれて初めての人間なのだ。そうだよね。見えたわ。あ、マリの叫びで前方を見透かすと、追突しそうなほど近くをもう一台のスノーモービルが走っていた。やばいやばい。マリは速度を緩めるどころか、さらに上げ、突き出たソリの先端をゴンゴンと後部にぶち当てる。わあ、田中ビビっちゃうけど。風のせいか一瞬吹雪が晴れ、振り向いて歯をむき出しにしている緑さんの姿が見えた。怖い怖い。かまいたちは彼女の背中にぐったりと倒れかかっているような。もう意識ない、もう田中よく落ちないでいる。意識をなくしているのかもしれない。縛ってるのかな。マリが一旦スピードを落とすと、たちまち緑さんたちの姿は見えなくなった。
マリは声を聞かせまいとスピードを落としたようだった。いい、これから隣に並ぶから飛びついてカマイたちだけを引きずり下ろしてちょうだい。え、飛びつく飛びつく死ねんと。簡単そうに言うがこのスピードでそんなことをしたら一体どうなると思ってるんだ。まあ、でも雪だし、雪でも硬い雪ってコンクリートで、え、しかしやるしかないことは分かっていた。オッケー、 A でいきますよ。いいですね。はい、できるかな。やるしかないか。いけ、じゃあ A でやるしか。しかしやるしかないことは分かっていた。いいわね、大丈夫、車体に当たりさえしなけりゃあとは雪が受け止めてくれるわ。マリのためならって言った手前。マリは簡単そうに言ってのけると再びスピードを上げる。再び視界に捉えるのにはさほど時間はかからなかったが、向こうもスピードを上げて容易には乗せてくれない。頑張らなきゃ。右へ行けば右、左へ行けば左に寄せてくる。ちょっと揺れるわよ、しっかり捕まってて。何をするつもりなんだと聞く暇はなかった。マリは一旦左へハンドルを切ってから思い切り右へ突っ込む。雪に突っ込むぞ。僕は悲鳴に近い叫びを上げた。雪かきでできた土手状の壁にぶつかる寸前、マリは大きく体を左側に傾けて右側のそりを浮かせる。一瞬転倒すると確信して僕は目をつぶった。しかし浮いたそりはしっかりと雪の壁を捉えていた。スノーモービルは片輪走行のような格好で緑さんのスノーモービルの脇へ強引へ割り込んでいく。とんでもねえ女。真横に並んだ時、緑さんがこちらを見てにやりと笑うのが見えた。なんだって。ぶつけるつもりだ。今もしぶつけられたら不安定なこちらのモービルはひとたまりもないだろう。緑さんがハンドルを切った。今よ、やるしか。マリが叫ぶのとほとんど同時に僕はシートを蹴りつけるようにして飛んでいた。お、かっこいい。今頑張ってるから。ビョン。タックルのようにして田中さんの体に激突すると、そのまま僕たちは雪の上に投げ出された。ゴロ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 。なあ。どちらの叫び声かもわからなかった。田中目覚めた。雪が受け止めてくれるだって。激しい風に吹きさらされたという説明はまるで氷のようだった。全身を激しく打ち息が止まった。田中生きてる。僕たちは転がり滑り反対側の、石壁にぶち当たって止まった。全身が雪に埋まれて抜き出せず何も見えない。死んじゃうけど。少し離れたところから激しい衝突音が響いてくる。モービルが転倒したか木にぶつかるかしたらしい。マリー。マリのか、それとも緑さんの方か。確かめたかったが体中がさっきの衝撃で痛くてとても立ち上がれそうにもない。頭を抱えながら二人でしばらくうめいていると、呪いのこもった声が聞こえてきた。邪魔は、邪魔はさせないよ。やっとの思いで顔を上げる。緑。吹雪はもう止んでいた。緑さんがよろよろとこちらに近づいてくるのがはっきりとわかる。マリは大丈夫？額からは血が流れていたが、両手にはしっかりとマシンガンを下げている。マリは、マリはどうしたの？マリ。僕の視線に気づくと、緑さんは立ち止まり銃口をこちらへ向けた。かまいたちから離れるのよ。動けないんだ。かまいたちを盾にしよう。その言葉に嘘はなかった。だが、たとえ動けたとしても同じことを言っただろう。この男から離れれば即撃ち殺されることぐらいは僕にも分かっていたからだ。僕は、ね、トールに取引は無理だから質問でマリが来るの待とうねと思っています。 A、 はい、 A、 行きます。とにかく質問で時間を稼ごうと思った。みどりさん、あんたは一体どこに雇われてるんだ？あなたは知らなくていいことよ。近くて遠い国とだけ教えといてあげるわ。近くて遠い国？中国？それとも北朝鮮か？京子さんたちを殺したのはなぜなんだ？
ちゃんと答えてくれる。彼女は私を怪しみ始めてたのよ。その女は夜中に鉢合わせしたから支度してたた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 た。鉢合わせしただけで彼女は殺されたのか。そういうこと。そうだ、拳銃を持ってる。拳銃はどこやった。ちゃんと持ってる。確かジャケットの右ポケットに。あった。あった。ちゃんと入ってることが上から確認できた。これを抜いて撃たれる前に撃てるだろうか。無理だよ、無理無理。全然自信はなかった。そうそう、そいつを立ち上がらせなさい。みどりさんはかまいたちを呼び指した。だから動けないんだって、って言ってるよね。田中さんはまだ頭が朦朧としているらしく、しきりに首を振っている。かわいそう。僕は彼の脇の下に腕を差し入れると、一生懸命立ち上がるふりをした。そしてみどりさんの死角になるように微妙に右手の位置を変えながら、ポケットから拳銃を引き抜いた。あ、やるつもりだ。マリは、マリは一体。田中さんの体をみどりさんの方へ突き飛ばすと、素早く拳銃を構え狙いをつけた。大丈夫？つもりだった。ところが勢いよく突き出した手からは拳銃はポロリと滑り落ちた。もう硬い雪の上をくるくると回りながら、やばいやばいやば、みどりさんの足元へ滑っていく。やばいやばい、渡しちゃった。寒さのせいだ。全部雪のせいだ。拳銃を撃つどころか握って構えるだけの力もなくなっていたのだ。おやおや、子供がこんな物騒なものを。今なんか平泉星みたいなようになった今。おやおや、いけないわね。お仕置きしなくちゃね。みどりさんはマシンガンを僕の顔に向けて、にやりと笑って引き金に手をかけた。マリー助けて。僕は硬直したまま銃口を見つめていた。終わりだ。やばい、僕は死ぬ。いや、でも死って一体何だ。急な哲学。そんなバカなことを考えながら、じっとその死が訪れるのを待っていた。もうなしすべなし。カチャカチャと中小さな音が繰り返し響く。みどりさんは必死に引き金を引くのだが、弾丸は出ない。ね、壊れちゃった？弾切れ？打ちすぎ？打ちすぎ？おお。凍りついてるのよ。違います。俺だった。凍りついてるのよ。早く拳銃を拾って。どこからかマリの声が聞こえ、僕は我に返った。やったやった、マリだマリだマリだ。やったー。みどりさんは下打ちをするとマシンガンを僕の頭をめがけて投げつけてきた。危ないって。手でガシッと叩き落とすと一瞬遅れて激痛が走る。拳銃が撃てるとは思えなかったので、僕は直接みどりさんに飛びかかった。もう満身創痍。予想外の行動だったのか、かわすこともせず僕たちは激しくぶつかった。ダン。二人は絡まったまま雪の上を転がる。上になったのは俺、俺、俺、みどりさんだった。負けた。見上げるとシャキンという金属音がして、彼女の右袖から針のように細長いナイフが飛び出した。そんなもの持ってたの。これかっこいいよな。シャタン。今動きついてた。その氷のように光る刃の先端には茶色く変色した血の跡がついている。あ、これでやったんすね。これで京子さんたちの喉を、真一文字に切り裂いたのだ。そして今僕の喉を、やばいやばいやばい、パーンという銃声がして、みどりさんの胸のあたりが弾け、血しぶきが顔に降りかかった。血ばっかり。彼女はそれをしばらく信じられないといった表情で見つめていたが、撃たれた。やがて糸の切れた操り人形のようにカクンと横に崩れ落ちた。あ、マリが片膝をついた姿勢でまだこちらに拳銃を向けていた。僕がヨロヨロと立ち上がると、やっと安堵のため息をついて駆け寄ってきた。大丈夫？怪我してない？怪我したよ。どうかな、わからないよ。痛いよって言ってた。見るとマリの服はあちこちが破れ、額には血がついている。マリこそ大丈夫？とにかく二人とも生きてるみたいね。よかったね。マリはそう言って弱々しい笑みを浮かべた。その時ペンションの方角からエンジン音がして車が近づいてきた。誰だ？なんでここが分かった？本当？速度を落とすとギリギリまで来て止まった。
誰が降りてくるのかと息を詰めて待っていると、ドアが開き小林さんが降りてきた。え、もうどこ行って、もうどこ行って、小林さん、無事だったんですか。彼はしばらく僕となり、そして死んだ緑さんと構えたちを見比べてうなずいた。どこ行ってたんすか。住んだようだな。何が一体。おっと、まりかさん、トントコトン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 、一体今までどこにいたんです。本当だよ、多少さんも京子さんもあんな目にあったっていうのに。そうだそうだ。マリは怒りを必死で抑え込んでる様子だった。犠牲が出てしまったのは残念だった。しかし仕方なかったんだよ。このバスは仕方なかったってどういうことなんです。小林さんはマリから目を背けながら言った。すべては裏切り者を見つけるための作戦だったんだ。裏切り者はどういう意味です。マリは聞き返した。部内に情報を売っている人間がいるのは分かっていた。裏切り者の可能性がある人間をすべてここに集めた。かまいたちを捕らえるためと捕まえるためと称してない。君も例外じゃない。称して、じゃあかまいたちは本当の目的じゃなかったということなんですか。やっぱり田中は。本当も何もかまいたちなんてものは存在しないんだ。あれは我々が長い年月をかけて作り上げた幻想だ。幻想、幻想って一体どういうことです。だってかまいたちは現に。マリは田中さんを指差しながら絶句した。やばいって、関係ねえ田中。そこで失禁してる男か。あれがかまいたちに見えるかね。漏らしちゃった。あれが誰だかは知らんが、かまいたちでないことは私が保証するよ。どうして田中いろいろ見ちゃってるけど大丈夫ねえ。繰り返し言うな。かまいたちは我々が作り出した幻想なんだ。最初はただのギャグみたいなものだった。情報が漏れたようです。またかまいたちが出たといった風にも、いつの頃からかそういった幻想を育てるのも何かの役に立つことに気がついた人間がいた。内部の人間にも外部の人間にもかまいたちの存在を信じ込ませることができれば、いつかこういった形で利用できると考えたわけだ。実際その効果は予想以上だった。裏切り者を発見し、おまけに各国のスパイ連中を一網打尽にしたんだからな。マリはがっくりと雪の中に両手をついた。やめちまえ。小林さんは嬉しそうに言った。しかし君は驚くほどの活躍を見せてくれたな。いなくなった二人の穴埋めは十分にやってくれそうだ。ひどい。みんなを騙してたくさんの人が死んだっていうのに。裏切り者一人を見つけるために敵側も含めて4人もの人間が死んだ。小林さんはそれを決して多すぎる犠牲だったとは考えていないようだ。そうそう、トール君だったな。君も素人にしてはよく頑張った。少し訓練を受ければすぐにお国のために働けるぞ。どうだ、悪い話じゃないだろう。バキッと音がして小林さんは雪の上に尻餅をついた。マリと僕の拳が同時に小林さんの顔にヒットしたのだった。ええ加減にせい。パン。僕は自分の拳を信じられない思いで眺めた。寒いのにね。殴ろうなどと考えるより早く手が出ていたのだ。ちゃんちゃんの終わりだ。マリも同じ思いのようだった。僕たちは笑い出した。貴様ら何のつもりだ。こんなことをしてただで済むと思ってるのか。思ってないよね。マリは平然と小林さんの横を通り過ぎ彼の車に乗り込む。バル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 。僕は困惑を通り越して呆然とした表情を浮かべている田中さんに手を貸して立たせ、一緒に後部座席に乗った。田中もどうにでもなれと思ってるよ。おい、何のつもりだ。それは私の車だぞ。マリは構わずエンジンをかけ出発した。バルバルバル。これで構うやつおらんよな。なあ、さよなら。疲労と痛みが全身を覆っていた。温かいベッドで一眠りしたいと猛烈に思った。僕は田中さんに話しかけた。あなた本当にかまいたちじゃないんですか。あんなに
あんなに違うって言ったのに。かわいそう。誰も私の言うことを聞かないんだから。かわいそう。彼は涙ぐみ、鼻水を吸っていた。ズビーズビー。でもあなたは取引を持ちかけたらそれに乗ったじゃないですか。一人でこんなところに来てるのも変だし、態度も怪しかったし。私はね、旅行雑誌のライターなんだ。一つ星とか三つ星とかペンションのランク付けするために客のふりをしてただけなんだ。あはそれなのに、訴えてやる。こんなペンションは絶対潰してやる。かわいそう。別にマリのもんじゃねえし。ねえ。田中さんはだんだん激しい口調になり、最後は叫び声を上げた。ねえ、ペンション貸した人たちかわいそうやね。ねえ。じゃあ、取引ってのは、金をやるから評価を上げろって意味だと思ったんだよ。そういう連中もよくいるからな。僕とマリは顔を見合わせ、肩をすくめた。マリがクスクスと笑い始めた。なんてことだ。一番怪しい男は関係なくて、他は全員スパイだった。こんなバカな話があるだろうか。ひどい冗談だ。ひどく出来の悪い冗談だ。全身をどっと疲労感が襲った。大変だった。田中がね、かわいそう。あれっていうかさ、スパイ編さ、はい、エンディング全スルーした？エンディング全スルー、あ、ここまで最後までってことですよね。そうですね。スパイ編エンディング6個ぐらいあるはずなんですけど。そうなんだ。多分1個も引っかかんないで。すごい、抜け切ってる。すごい、おめでとう。イエーイ。あのおかげでキャラクターの心情が全くわからないままエンディングを迎えるっていう。わわわわ。いや、まあでも、ね、うん、トールの気持ちは分かった。田中かわいそう、トールかわいそうで、ね、終われる。いやいや、でもね、あの全然ベクトルが違うよね、やっぱり ね、 ね、そうですね、ミステリー編とは。そうそう。だからめちゃくちゃだったな。これがあの、なんだろう、かまいたちの夜っていうゲームのなんだろう、なんかすごいところというか、当時これだけ同じキャラクター出すのにガラッとシナリオが変わるっていうゲームが全然なかった、うん、そうそうっていうところなんだよね。だからそれがね、やっぱりだけど結構なんか魅力的というかみたいなところかなっていうところなんだよね。田中ちゃんが不憫ですね。あんな取引に乗っからなければよかったのにね。ほんと、もうなんか偉そうにさ、何のことですかって言えばよかったのに ね。 ねえ。そうなのでね、このエンディング自体はね、なんかこう、でもスパイ編はね、なんかそのキャラクター自体が本当に全員あの新キャラみたいな感じになるから、ちょっと面白いところはあるかなと思う、うん、そうね、ハルコさんとか全然違う人だもんね。そうそうそう。とんでもなかったな。でもエンディング自体は全く同じものを一回見てるから語ることもないんだよね、今んとこね。ね。まあ次は悪霊編でよろしい。よろしいけどさ、はい、飛び出すところやりたいな。飛び出すところ、敏夫さんが殺されるシーン。ああ、はいはい。あそこの飛び出すシーンはね、この中のキャラクターたちの心情が若干見える、おう、エンディングなので、バッドエンドなんだけど、うんうん、そうだからそれぐらいやって、なんかスパイ編、なんか今のスパイ編ってなんていうのかな、今のままはい終わりっていう感じでもいいんだけど、はい、実際問題このスパイ編って腑に落ちないというか、全伏線は回収しないのよね、うんうん、要は小林さんがいて日本諜報部があって、そこに所属してるマリがあって、同じ大学で、カモフラージュのためにトールが選ばれてって流れがあったと思うんだけど、うん、はい、そこで言うとずっとトールの気持ちはわかるし、あと、かなことケイコじゃねえや、アキとケイコのおかげでフランス諜報部っていうのもそこそこ仲良かったんだなってのは伝わるんだけど、ちょっとマリの腹の内ぐらいのエンディングは見てからエンディング、なんかスパイ編蓋してもいいんじゃないかなと個人的には思ってるって感じです。了解です。なので敏夫さんが死ぬところまで飛んでください。かしこまりました。バビューン、バビュン、バビューン。はい、帰ってきた。というわけで駆け寄っちゃってください。駆け寄りまーす。おーい、危ない。僕は敏夫さんに駆け寄った。敏夫さん、ダメ。マリの声が届いた時はもう遅かった。バババババババ、うわー、うわー。ドアを出た途端、無数のパンチが襲いかかってきたみたいだった。
突き刺すようなパンチや重いボディーブローが肉をえぐり内臓を破壊する。まるで体中のあちこちに埋め込まれた爆弾が次々に破裂しているかのようだった。血しぶきが赤い霧を充満させていた。火薬の匂いが鼻の奥をツンとついた。トール、誰かの悲痛な叫び声が聞こえる中、僕はゆっくりと敏夫さんの上に倒れていった。僕は死ぬのか。こんな山奥でマシンガンに体中を撃ち抜かれ、親も友達も知らないままに。一瞬気が狂いそうなほどの沈黙が訪れた。トール、またしてもあの悲痛な叫びが聞こえ、そしてミシンのような銃声、血のシャワーがまたしても降り注ぐ。なーん、この血は一体誰の。どうと誰かの倒れる音。え、トール、息も絶え絶えに誰かが僕を呼ぶ。みんな死んじゃったじゃん。マリ、マリなのか。僕を助けようとして誰かが床を這い僕の方へ手を伸ばしていた。血まみれの手、僕は全力を振り絞って手を伸ばし、その手を握りしめた。終わり？あ、終わっ。ここなんかの動線はあのマリが助けようとしてくれてる感情がちょっと伺えるエンディングなので、バッドエンドの中でも なんつうんでしょうね、ちゃんとあれだよね、マリがあの感情、このスパイ編の中で感情としてトールを大事にしてくれてるんだなーってのがちょっとわかるようになってくるシーン。ラブだったね。そう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 。あと何箇所かあるはずなんだけど覚えてない。ああ、そう。わ、わ。でも基本的にはね、後半戦のエンディングは、今のを代表に、マリが明らかにトールのことを見てくれてるっていうエンディングになるはず。はい。ですね。はい。